ません。おい。豊かに見える日本社会ですが、たくさんの若者は恩恵を受けていません。仕事はない、保証がない、蓄えもできない。未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。何ぶつかってんだよクソガキ。悪いのはそっちだろジジイ。これはいかんな。こういう時に逃げる手はない。喧嘩はやめなさい。大した理由でもないのに争いにしてどうするんです。てめえが関係ないだろ。お前リアルにうるせえんだよ。なんなんだこいつ。演説に戻りたいと思います。皆さんと共に未来を作りたいのです。善人ぶってんな、ムカつくぜダメトラが。何偉そうに語ってんだ。な、誰がお前なんかを当選させるか。また金ちょろまかすのか。また有権者をバカにするのか。この政治犯罪者が。いやまあそれは昔のことで。やってしまったな。そんなことできる状況じゃない。ともかくダメトラと怒鳴られるとパニックですくんでしまう。20年来のトラウマがあってね。君には伝えておかないとな。かつて私は国会議員だった。有力議員が後ろ盾のクラモトチルドレンというブームに乗って当選したんだ。もう20年近く前のことだ。
当時の私は浮ついていた。議員として人間として未熟だった。その未熟さから派手な連続スキャンダルを起こしてしまった。それがダメトラのトリプルプレーだ。私的な旅行で大事な議会を欠席、これがワンアウト。続いてなぜか多額の投資の使い込みが判明で2アウト。その釈明会見のはずが、有権者をバカと呼ぶ舌禍事件を起こして3アウト。政治家失格の烙印を押されたんだ。君は議員になりたいと言ったが、私はこの通りの人間だ。こんな私の指導を受けたいのか？そう言ってくれるのは嬉しいが、当選の見込みもないと言われる男だぞ。なぜ私なんだ？演説のことか。教えるほどのものとは。演説で最も大切なのは自分を信じること。もう一度信じてみるか、自分を。いや、一本取られてしまったね。君は不思議な子だな。よし、こんな私の演説術でいいなら君に伝授しよう。その代わり、君には今後も手伝いを頼む。取引と行こうじゃないか。予告までして劇場型の犯罪を演出する、高校生の君だけでできる代物とは思えない。大人の誰か、例えば人心を動かす弁舌の持ち主、そんな指導者でもいたんじゃない？そうなんでしょ？我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり、ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我太陽のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、国会議員の夢実現させようじゃないかと少し話し込んでしまったか。今日はこの辺りにしておこう。ではまた頼むよ。
なあ。よっ。よっしゃ。じゃあ帰りますか。おう、帰ったか。なあ。実はさ、いやいや、よーし。全員集まったな。
察室にどうぞ。もしもし。まあ、いいけど。よし。またね。おう、帰ったか。さてと。皆さん、君、そうだな。
よし。よし。よし。またよろしく頼むよ。外れよ。ところで、
なんだと。